70番。人の自然注力の第二段落。ついに最後まで来ました。頑張っていきましょう。The modern medicine man has gained so much power over certain diseases through drugs, however, that he has forgot about the potential strength within the patient. 現代の医療に携わる人。modern medicine man。この man というのはね、男ってことじゃなくて、そういう人ってことですね。が、has gained. 官僚系だよね。 えー、ゲットしてきたよ。そう。ゲインっていうのはゲットと同じ意味です。ここだと完了形なので、got ね。はずがって。ゲインしてきたよ。ゲットしてきたよ。何を ?So much power. パワーじゃなくてパウ、アウトとですよ。すんごい力をゲットしてきたんだよ。どれに関わる力かって言ったら、o v e r c e r t a i n diseases. 特定の病気。disease。複数形は diseases。発音大丈夫 ?over はね、about と同じような意味です。ね。 特定の病気に関して、すごい力をゲットしてきたんだ。どうやって ?True drugs. 薬を通じてとなっていますね。薬があるから、治せちゃうわけですよ。病気を治せるんだったら力を持っちゃうよね。そういうことですよ。で、その後、カンマで挟まれた however ですね。これね、訳すときは文の前に持っていきましょう。で、えー、この however っていうのは当然逆説を表してますので、第一段落と第二段落は違う話になってるってことです。第一段落は、 まあ、復習してもらったらいいんだけども簡単に言えばね医療の歴史っていうのは患者さんの心を見ることなんだよって話でしたでハウ v バーだからでもそうじゃなくなったんだっていうことを言いたいわけですねでハウェバーの後ですダットがあってこのダットはさっきのねそうとの関連がある層ダット構文なんですよとっても力を持っちゃったのでって意味ですよちょっと後でまとめてみますね、えー、力を持ったので彼彼っていうのはさっきのダモラメリすんまんね 医学に携わる最近の人たたちちは忘れちゃったこれも官僚系だね。ね。ある時から忘れちゃったんだよ。何について ?The potential strength。潜在的な力。string っていうのはみんながよく知ってる strong っていう形容詞の名詞形です。でその力はどこにあるかって言ったら within the patient。患者さんの持っている潜在的な力について忘れてしまったんだと言っています。ではペンを変えて見ていきましょう。however はさ先に訳すってさっき言ったのでこっちから訳していくよ。 だけど、現代の医学に携わる人は、ゲットしてきたんだよね。すごい力を。特定の病気に関して、薬を通じて。だから、その医学に携わる人は、忘れちゃったんですよ。潜在的な強さについて患者さんの持っている。そういう内容ですよ。2分目いきましょう。1人の elderly p i friend recently told me of reading the diary of his uncle, also a d o c t o r 人の elderly これはさ年配の年上のって意味です。Older とかそれで住みそうなんだけど、Older って言うとなんかね年を取ったっていうどっちかって言うと丁寧な響きじゃないですよ。年配のって言ったら丁寧でしょ。ねえー、年配の年上のまあ、セニアとかでもいいけど年上のフィジシャン、外科医のお医者さんの中でも外科のね友達は。Recently 最近、トミー私に言ったんだよ。何について言ったの その時さこれでオブ使うと思っちゃうと簡単です。まあ、辞書にこう書いてないかもしれないけど私に何かのことを言ったんだ。Reading the diary 日記を読んだ。誰のオブヒスアンコおじさんなんだって。そのおじさんは Ozwa アドクターお医者さんをしている彼のおじさんの日記を読んだって話をしたと言ってますよ。はい、次いきます。In the early years

ね、まあ the early years ですけどねこれね日記なんですよ日記ってまあ一日の日って書くけどもで3日坊主で終わる人もたくさんいると思うけど普通は長いこと書くわけですよ、ね、特に西洋の人ってそういうイメージですよね長いこと書いてあって何年も書いてきてその何年も書いてる日記の前の方でってことですよでそこで,で the dialist 日記を書いていた人は always いつも recorded 記録をしてたっていうふうになっていますで何を記録してたのかなってやつで 次、what happened って言ったじゃんね。what っていうのは全体として名詞のまとまりを作るんですよ。ここのところね。what happened to the individual or what h e community ここの部分。で、名詞のまとまりを作って、これは r e c o r d の目的語。記録したのは what 以下のことです。で、そのまとまりの中で what は名詞になるんですね。ものとかこととかって意味になって、ここだと happened の主語ね。起こったことをいつも記録してたんです。 どここに起こったの to the individual, 個人とかコミュニティ地域、ね、このお医者さんの担当している個人とかそのお医者さんのいる地域に起こったことをいつも記録していたんだよで次「Prior to」これね何かの前に前もってぐらいの意味ですね An illness or epidemic」病気とか疫病の起こる前から個人や地域 に起ここったたとを記録していたみんなが病院に行くとお医者さんがさ状況を聞いてねなんか書くじゃんねあるいはコンピューターに打ち込みます何か起こってから記録するのは当たり前なんだけどこのね日記を書いていたおじさんねあのー、お医者さんをしていたおじさんねは、まあ、その前からつまり常日頃ですね起こってる状況を書いていたと言っていますいいかなバッとしかし となると書かなくなったのかな。アズメス d i c i モアテクノロジー m o の役っていうのは色い々ろいろあるんで、ちょっとほっときますが、基本的にはとにかく同時進行、同時に起こっているイメージを持っておいてください。薬がね、なったよ。よりテクノロジカル。科学技術的なものになってきた。よくわかんないけど、この葉っぱを煎じて飛ぶと効くよとか、そういうのじゃなくなってですね。なんか、この成分が こういうふうに聞いて、ああなるんだっていう、なんかね、学問的な感じになってきて、確立してきたってことですかね。そうなってきたっていうやつと、this part of the history。ちょっとだからね、この部分、何のその歴史のこの部分が、grew、ね、grow, groove, w ね。大丈夫確定、何かになったってやつね。Less and less important になったってあるんだけど、その歴史って何これ日本史とか世界史じゃないとてわかるよね。歴史ってのは、ある期間、 あってて積み重ねていくものなんですよここではもちろんそうですよ日記ですねおじさんの書いていた日記のこの部分この部分って何日記ってもちろん個人的なことも書くし家族のことも書くしなんかいろんな趣味とかも書いたと思うんですよでもこの部分っていうのはお医者さんのね医療の内容であり患者さんとか地域が何か起こる前から書いていたってその部分でねいつも記録していたやつその部分が レス less less った、less、っていうのは、more の反対語だよね、more important だったらより重要に、more and more だったらますます重要にの反対ですから、どんどん重要じゃなくなってきたんですね。誰にとって ?to him。彼にとってはまあどうでもよくなってきたんですよ。で、finally、ついには was omitted。omit っていうのは何かを除外するとか何かを無視するってですね。だからもう無視されちゃったんですよ。all together っていうのは強調してます。完全に。全く。ね。 えー、もうかがかれなくなってしまったってわけですよちなみに日記ってやつですね人に見せるもんじゃないのでこのおじさんおそらく亡くなっているんですよね亡くなった後にその日記に関してですね遺族から見てあこの人はこういう人だったなって分かったりするんですよでなんか新事実とかも分かったりするんですけどもね、まあそんな感じになっていますさあ最後の一文ですか Awareness on t h e mind's powers but lost as medicine cast out all soft data The information that's not that easily quantified or scientific はいこちらですね。アウェアネスっていうのはあの、アウェアすること。ネスっていうのはさ、名詞形にしてるわけですよ。で、気づくこと、認識って考えましょう。何の認識かって言ったら、the mind's powers。心の力、心の持っている力に気づくことが、w a s lost っていう風に、えー、二分形、SVC にしてもいいし、失われてしまったって、これ動詞取、同にと捉えても構いません。とにかく、心の力って、 っていうのに気づかなくなっちゃったっつうわけですよ。で、お、本日2つ目のアズ来ました。アズは後でちょっとまとめてみるか。さっきのやつも合わせてね。えー、メディスンキャストアウト。薬がキャストアウト。キャストってさ、キャスティングっていう言葉聞いたことあります劇とか映画に出演する人をさ、こう決めていてね、名前乗っけていくんだけど、それをアウトだから反対なんですよ。そこから出しちゃう。追い出しちゃうんですね。で、ちなみにキャストっていうのは、現在過去過去分詞全部同じです。キャスト、キャスト、キャスト。ね。 これ内容的に過去だよね、薬が追い出しちゃったんですよ。何を ?all soft data。すべてのソフトなデータ。このソフトっていうのは soft。コーテーションに挟まれていて、実際のふにゃふにゃのデータってことじゃないんですよ。具体的に言うとカンマで説明してて、それは情報だと言ってます。どんな情報かっていうと、その情報は簡単には quantified。ね、えー、数量化できない。クワンタンとか聞いたことある量子。量子コンピューターとかの。 そ数量ができなかったりサイエンティピックサイエンティピックアクセント注意ね科学的でないまあはっきりしないことですはっきりしねそういうはっきりしないようなことの情報のことをソフトデータって言ってるみたいだけどそれをですねこう追い出してしまってもう気にしなくなっちゃったってわけですよ。で数があってアウェアネスが失われたってあるわけですからこのつながりどうですかね アズの前後、ね、まああずはとにかく同時に起こってるって考えちゃうのが簡単なんでとにかく人の心の気づき認識っていうのが失われたっていうのと薬がソフトデータをキャストアウトしちゃったっていうものがうまくつながれば役は本当は何でもいいんですねではちょっとアズの役ちょっと復習してみましょうかちょっと書いてませんでしたがアズの役といえばよねえー、時とか様態とかってあると思うんですけど時。 ね、えっ、ー、とあとは「容体」ってわかる何かのようにってやつね。書いときゃよかったね。「容体」。あとは、えー、何かにするにつれてっていう比例ね。であとは理由を表すやつ。「ないないなので」ってやつ。ごめん雑でごめんね。こうあるんですけどこれちょっと覚えやすくしたいわけですよ。時を表すのは「と」。「容体を表すのは「よ」。「比例」を表すのは「ひ」。「理由」を表すのは「りとよひり」。絶対わからないよね。並べ替えろ。どうしようかな。えー 人お人よりひ人よりはい今決定しましたあずを覚える際はですねあずは人より人よりあずどっちがいいですか人よりあず意味ひねこれは比例ですじゃーん横に書いてある比例ないないするに連れて無計画の番書の代表だねと時ないないする時書かなくていいか要は要体 雑でごめん妖態はえーとね「ないないするように」「ないないするように」「うわー雑だ」よで最後「にこれ「理由ねないないなので」ってやつ因果関係が強いってやつですよはいということで今しゃべりながら「雑」に書きました「時」「妖態比例」「理由」と言ってた今までのアズの説明今回から「比例」「時」「妖態理由」「人」よりに変えました ね、あの、気に入る形に並べ替えてもらってですね、自分が覚えやすくしてもらったら結構なんですけれども、さて、え今回、アズが2つ出てきましたね、ペン変いちゃおう。ね、えっ、ー、と、ここ、おっと、よっ、ここと、ここ。どうの意味でいきましょうかね。全部同時なんですよ、結局はね。同時なんだけど、1個目、うんと、だけどね、カリていいだけど、医療がより科学的になってきて、 この部分、日記でさ、書いてたところがなくなっちゃった、重要字なくなったっていう内容でした。だから、そうですね、技術的でなくなってくるにつれて、ってどうですつれては比例、これ。ね。だんだんさ、あのー、これ、ビッケイム・モア・テクノロジールって、これがさ、なんかだんだん流感するじゃん。より。 科学技術的になってきてだんだんべこべこべこって科学技術の割合が上がっていく感じするもんね。それに合わせてしかもこれグローラ e s ンラスインポーランドこれもグローだからさそうなってったって感じするじゃん。なんで比例がいいんじゃないですかね。どうですかこれまあなんでもいいんだよね。はまれば。ね。これ理由でも別に罰じゃない気がしますよ。ね科学技術的になったのでなんか重要じゃなくなったとも全然いいんですけどもね。まあ一応ここでは比例ってことにしてみましょうか。はい次2つ目。こっちね。 えー、人間の力の認識が失われちゃったんですよ。で、えー、あでもこれさ、失われたのはなぜって思うじゃん。薬がさ、ソフトデータを追い出したからでしょ。まあ、これ理由だよね、これ。こっちだ。ね。うん。まあ、これもさ、さっきと同じで、比例でもいけるんだけど、さっきのさ、なんかこの、動いてる感がある。ビケンモア・テクノロジカグリュー・レス・アン・ラスみたいな。動いてる感が、ちょっとこれ、ね、動詞の過去形でポンポンって書いてあるだけなので、うん、理由いいんじゃないですか。 ね、こっちは理由で表すとそんな感じで理解できたらいいんじゃないかなと思いました本当の最後なのになんか雑なまとめになってしまいましたここでですね皆さんに僕はいろいろ本当は言いたいことがあるんですけども動画が一応まとまった感じがしてですねここの失敗により全部取り直しが嫌なので特別にメッセージを発することをやめましょうあ一つだけ言っておきます。 なんかおめでとうっていう音あるかな何がいいやったぜ急ににロックになってししままいました、はいたはということで最後までやってきた皆さん復習してください忘れたらやってないのと同じです厳しいこと言っちゃった、ね、ここまでやってきたっていうのを自信に、ね、自信に思ってもらっていいけどもぜひ繰り返し繰り返し音を入手してですねその CD のスピードで聴いて理解できるようにしてください 前から前から理解できることが長文速読に70までの英文で足らないことは本当はないんですけども応用力をつけるためにには過去問に向即うの必修編が終わってる人たちは大学入試問題に立ち向かう力がついてるはずなので是非過去問の問題をバンバン解いていってです、ね、傾向と対策を自分で立てて必要な力を自分で要請して頑張っていきましょう。 ここまで来た皆さんはきっとそれができるはずです。はいということでこの動画のシリーズここでおしまいまた違う形でもぜひ皆さんとまたお会いしたいと思います。お疲れさまでした。